今年の10月はちょっと気温が異常ですね。天気予報では最低気温が20度を切ってくる日があるんですけども、実際にはですね、なかなか20度を切りません。特に今コチョウランスペースにしている我が家の南側のベランダはなかなか最低気温が20度を切ってきません。今日の最低気温を見てみると、これ1番が南側のベランダです。最高気温が今日も30度ありましたね。そして最低気温も21度までしか下がっていませんでした。そして今の気温も21度なんですけど、明日の朝はもう少し下がりそうですけどね。でも20度は切れるかなという感じです。ただし、今週末にはとても気温が下がる予報のようです。冬場コチョウランを動かすときには、だいたいこの、メタルラックにですね、ぶら下げて移動させています。フックを作って、株をぶら下げてるんですね。今これで、3段なんですけど、まあ、1段にですね8株かけれているので、一度に24株動かせるような形です。棚の高さを調節すれば、もう一段、株がかけれるので、全部で32株かけることもできます。外から持ってきた株を、有孔ボードにぶら下げてみました。とりあえずね、手当たり次第、ぶら下げてみたっていう感じです。今頃ね、皆さんのお宅でもきっとこうやってコチョウランパズルが繰り広げられているんだろうと思うんですが、まずはね、とりあえずぶら下げてみました。もうしばらくしたらまた配置とかだいぶやり直すと思うんですよね。というのも、この段階ではとりあえずコチョウランだけ入れたんですけど、あとデンドロとかチランジアもね、ここ入れてあげなきゃいけないので、だいぶねここからコチョウランが、追い出されて他のところへ行くことになると思います。でこれで、全体の半分にもならないぐらいですね、うちのコチョウランは。で、続きをやっていきまーす。
はい、全部のコチョウランを部屋の中に入れることができました。ここは、ダイニングなんですけど、もうダイニングがねすごく明るくて日当たりがいいので、もうできる限りのコチョウランスペースを作ってしまっています。で、このコチョウランをぶら下げている、このポールなんですが、これはもともとイケアのカーテンレールなんですよ。壁が白いのでレールも白くてできるだけ違和感のないものをと思った時に、安くてすごくいいものを見つけたので、それを買ってきてつけています。ちょっと設置はね、いろいろ道具とか、必要なんですけど、まあ、物自体はすごく安いのでおすすめです。このボードの横の壁もね、つけちゃってます。この窓は南側の窓なんですけど、ここは、下が特に使っていないので、2段にぶら下げているところもあります。と、反対側がこうなっています。今の段階ではちょっと余裕があるんですけど、このボードにデンドロとか、チランジアを入れたら、ここからね、コチョウランが溢れてくると思うので、その時は、ここに、まだぶら下げる余地があります。はい、あとここがリビングのテレビのここなんですけど、ここの壁にも、かけています。これは、透明の画鋲ですね。フックを使ってかけています。ここには、ビカクシダとか、チランジアも今少し来ているものもありますが、まだチランジアとビカクシダはほとんどがまだ外にあります。と、これが今の温度計です。これが部屋の中なんですけど、1番が南側のベランダですね。で、2番がビカクシダを置いているベランダなんですけど、昨日取り込んで、今朝の気温が、最低気温が11度まで下がっていました。取り込んでよかったですね。まあ、11度に一晩出したぐらいでは大丈夫なんですけど、まあ、ちょうどいいタイミングで取り込めたかなと思います。今の段階ではチランジアとかデンドロがないので、まあ、コチョウランだけっていう感じなんですけど、まあ、ここにまた別の種類の植物が入るとですね、また雰囲気がちょっと変わってきます。おすすさんとか入ってくるとね、いい感じになってきます。まあ、密林感は拭えないですけどね。はい。で、このボードとか、壁にかけた株からですね、お花が咲いてくれると、本当に綺麗なのでね、それを楽しみに管理していこうと思っていますが、ちょっとやっぱり数が多いので、花芽が出たものからまた少し出品するものもあるかもしれません。もしタイミングが合う方でお気に召す方いらっしゃったら買っていただけると嬉しいです。はい。それでは今日の動画はここまでです。ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。